悟る、五条悟、お前どうしちゃったんだよ。なんでこんなに青くなっちゃったんだよ。スーパーサイヤ人ブルーならぬスーパーサトル人ブルーといじられてるぞ。バンダイスピリッツのブランドバンプレストから今度ゲーセンの景品になるみたいだけど、格闘ゲームの 2P カラーですかといじられてるぞ。足元のエナメルシューズ青すぎるだろ。五条悟、お前どうしちゃったんだよ。バンダイナムコさんといえば、鬼滅の刃の無限列車編が初めて地上波ノーカット放送がされた時に、そこで出た折れた日輪刀と、もう何でもありだと思いました。そんなバンダイナムコさんの子会社から今回このような青すぎる五条悟が出るということで、僕からバンダイナムコさんに一つご提案がございます。デラックスドブカストを出さないか。全員直也っていう、まあ読者からも作者からも公式からもいじられてるキャラクターがいるんだよ。それは最近ジャンプですごく活躍していて、彼が出てからは一定の人物たちにはもう水を得た魚のように、まあ魚って読むんですけども、水を得た魚のように読者たちが生き生きとしだしたんだ。その全員直也っていうキャラクターがさ、17巻で背中刺されて死んだんだよ。その時に刺されたのが家庭用包丁みたいな刃物だったんだ。ちなみにそのデラックスドブカス刀の性能なんだけれども、全員直也っていうキャラクターがさ、アオンソクっていうジャンボ旅客機ぐらいのスピードが出る技を使うんだ。それが彼のチャームポイントのような扱いになっていて、だからその包丁はアオンソクで飛び回るめちゃくちゃ速い包丁なんだって。さらにはその直也くんが死ぬ時に、ざけんなや、呪力がねえん、ドブカスがって言ったんだ。そっから読者からは笑いの的になり、その時世の句はずっと語り継がれている。だってそうとしか思えないんだ。こんなに五条悟が青いはずないんだもん。だからこれはバンダイナムコさんがそういう方向性の商品も呪術廻戦であった方がいいんじゃないかっていうことで、こういう配色になったと思うんだ。これが出るっていうことは、それすなわちデラックスドブカス等が出るっていうことの前触れなんだろ。ちょっと尖った商品を出す、そうすることでファンたちは話題になる。少なくとも僕の動画を見てくださってる視聴者の方々はデラックスドブカス等を全員購入すると思います。チャンネル登録お願いします。